さん、こんにちは。しょりみチャンネルしほと今しょぼいじんぎです。はい、というわけで今回はねルームツアーをやっていきたいと思います。で今回はね、私たちの後ろにあるこのね家のねルームツアーをしていきたいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。ちーちゃんが独り言しゃべってたよ。独り言ね、ここにも靴箱があるんだよ。わお、ここが靴箱でさ、ここがさブレボードが置くのかな。そうマジでいいじゃん。お風呂好き。全然できない、めっちゃ広くない。お風呂綺麗だよ。見て、お風呂綺麗。めちゃめちゃ綺麗だよ。いいね、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 いいね。ここをバッて出ますよ。バッケーはやばい。ジーンズ出るの全部出るよ。このうちはね、家具がちょっとまだ新築ということでないので家具のお勉強をしていきたいと思います。で、何でお勉強するのかというとこちらのじゃじゃーん。今回は LOL で家具のお勉強をしていきたいと思います。はい、めっちゃ可愛いんですよ。今回家具がね、ついてて、うん、10サプライズということで。お家なんだね。リニアです。こんな感じ。かわいいね。もうかわいいもん。はい、これ。お部屋だ。すごい。お部屋。すごいこれ。かわいい。こうだ。こうだ。すごい。かわいい。お家。こんなにお家になるんだね。すごくない？すごい。このリボンはリミのお家とかだったね。リミのお家、こんな派手なんだ。部屋ごとに色分けされてるんだ。しーちゃんはピンクのリボンだったじゃん、その箱の、うん、ピンク、ね、ピンクだから中もピンクなんですね。はい、これ、エサやり。エサやり誰の誰の一番大きいのやり。おー、すごい、見てベッド。リミはベッド。
ペットが入ってました。私、あの、なんていうの？兄弟。ドレッサーだ。ドレッサー。ドレッサー、ドレッサー。何兄弟？兄弟。うお。本当に鏡だ。ドレッサー。すごい。いいね。ベッド。ベッド見て、超かわいい。でかい。かわいい系のベッド。ベッドどこに置く？どこに置く？なにこれ？なにこれ？赤ちゃんのカゴ？赤ちゃんのベッドかな？うん、赤ちゃんいるんだ。ね。うちソファーが当たりました。おーすごい。なんかここめちゃめちゃ可愛いの。引きラジになってた。本当だ。おしゃれだね。おしゃれだよね。めちゃめちゃ可愛い。わかんない。開かない？あ、怖いからやめとく。開かない。開いた。開いた。すごい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 ね。起きながら絵を見る。じゃあこれも確かに。ねえ、これも開くのかな。開いた。開いた。これ開くんだ。すごい。爪短いから開けるのか。すごい。すごい。すごいね。ママ、欲しい？欲しい。欲しい。あ、ドール来ました。きれい。見て。体は柔らかい。この子、運動神経いいよ。そうなの？体、見て、体が、足が。スポーティーなの？こんな感じで、多分洋服入ってると思うんですけど、この中に。うんうんうん。なんか多分ね、パッケージにあるこの子なんですよ。でもリボンと服が入ってるはずなんです。歩く靴とか。あ、何これ？あ、すごい。なんか可愛い。なんか出てきたよ。クッションか。クッション。マット。これ。ああ。ベッド。そうだ。枕と。あーあ、可愛い。こうなるのね。多分こうやったもん。そうだね。私はなんか。何それ。このパッケージ見てわかったんだけど、この上に刺すやつ。ん？え、美容師さん？ここ美容院もしかして。美容院だ。で、ここをこう曲げる。なるほど、パーマかけるときに。そう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 。え、パーマなんだ。見てください、ここをね、こう曲げられるんですよ。すごい。すごーい。あ、だからおしゃれなんだ。ミニはベッドルームだ。ベッドルーム。ベッドルーム、ね、それぞれの特徴があるのね。へー、いいじゃん、ベッドルーム。せーの、哺乳瓶。やっぱり赤ちゃん、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 赤ちゃんでっかくないね。私が出たのがこのシャワー、顔を洗う、こういうやつ。こうやって顔洗う、顔じゃない、髪の毛洗う。ここに首セットする。そうそうそう、こういうこと、こういうこと。ちっちゃい。こういうこと。こういうこと。せーの。あ、お洋服。あ、私靴が出た。あやふく。着せられるね。かわいい。あやふく着せる。私、靴は出ました。靴まで出てる。うん、靴も履いてる。かわいいね。かわいいでしょ。うん、かわいい。似合うね。ね。お、いいじゃん。いいサイズ。お、私哺乳瓶出ました。あ、リミア靴ね、黄色い靴、うん、派手だね。ブサ、あ、かわいいよ。哺乳瓶ナムーね、ナム痛い。ちょ洋服来ました。ついに洋服。くまちゃん、靴をちゃんと履くんだ。服着れました。こんな感じで。あ、かわいい。これアイロン。おー、コテ、これアイロン。すごコテだ。コテコテコテ。これこのドレッサーにつくの。へぇ、おー、すぐこの子コテで取れちゃう。コテですね。あ、ブラシ来ました。あ、ブラシ来た。てってねー。このブラシもここにかけれるという。この子になっちゃった。
かわいい、ほら。いいじゃん、いいじゃん。見て、パパ。この子になっちゃった。リボンをこの子につける。なるほど。かわいい。かわいくない、うん、こんな感じ。メガネ。メガネつける。パリピになっちゃうぞ。かわいい。おお。でかい。でかい。いいじゃん。目見えるの？いいじゃん、いいじゃん。こっち。すごい。うん、じゃあ配置していきます。ピタカカ赤ちゃんここ。うん、それでここに余ったスペースはおもちゃ。あ、ペット飼ってる。ここペットの場所よ。じゃじゃーん、こんな感じです。なんということでしょう。素晴らしいですね。なんということでしょうよ。なんということでしょう。この子は寝相が悪いですね。いい、開けるよ。わお。わお。すごい。おしゃれ。おしゃれ。ポッケンパッケンパ。でかくね。君もでかいよ。大きいのかな。うん。お、いいね、リミ。じゃあ。何これ。何？ママこれ何？ブティックだからそこに洋服をかけるのかな。へえ、すごい。かわいい。私こういうの欲しいんだけど。かわいい。かわいいこれ。しーちゃんは？間違ってたのが。車？車です。あとで遊ぼうよ。おお、ここにお人形を乗せると。あ、乗るかな。乗ると思うよ。握手。次行こう。鏡。お、すごい。すごい、全身鏡立てれるよ。いい。え、立てれるの。お、すごい。立てれる。え、うちもこういう全身鏡欲しい。壁につけるよくない。かわいいんだけど。本物だ。本物だ。しーちゃん、こうやってしたら。しーちゃんの変なことだね。そう。使えるね。お、私が出たのは。お、またまた車。かわいい。こうするんじゃない。そうだそうだ。かわいい。かわいくない。すごい。全然かわいい。赤ちゃん連れていけるね。わお、ピンチだ。おお、また柔らかい人が来た。すごい。柔らかい人。また柔らかい人が来た。キラキラ。私もドール出ました。お、こちらの可愛い女の子。可愛い。三つ編み、三つ編みしててめちゃめちゃ可愛い。アメリカにおしゃれね。おしゃれおしゃれ。ふい、来た。あ、お洋服の銀ギラだ。私が出たのはこのキャップ。キャップでこんな感じです。ポーズねえ。すごいでしょ。こんなところからジャンプできるの。こちらの洋服です。またまたスポーティーな感じ。どれどれ。この子をまだ靴出てないんだけど、ま、だ9個だ。この子をこう乗せると、ごめんね、こう乗せるとすごいかわいいですね。割れたスマホに電池がちょっとない。ちょっとしかない。はい、見た。ここだよね。ここ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 。あ、ついたついた。こんな感じ。へえ、かわいいね。運転して、ブーン、ドッキー。このちっちゃい車は超気に入ったんだよ。リミもこういう車欲しいの。それでリミがここになるよ。こんな感じで両方できると。というわけで完成です。うん、じゃあお家にセッティングしていこう。うん、はーい。じゃあ
外国の、外国の人みたいな。ちゃんと駐車場もある。本当だ。あ、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。ここだ。どこにいるか、ちょっと見て。膨らんでるよ。素敵なファニチャーが増えて、楽しく遊べましたね。はい。皆さんもぜひ遊んでみてください。はい。それでは、バイバーイ。Goodbye, see you next time, see you.